今から3年前埼玉アストライアに入団しました女子プロ野球選手加藤優。そのルックスで美しすぎる女子プロ野球選手として話題となった加藤。美貌だけでなく実力もピカイチ。チームに勝利をもたらす大黒柱として活躍中。女子プロ野球界の女神クリアなるか。昨年のシーズンはジャパンカップ女王決定戦でなんと2冠を達成しました若き女子プロ野球選手加藤優の登場です。気をつけて。外野手として活躍している加藤優、いいよ。じっくりと攻めていきます。ローリングヒル、オッケーオッケー。レッドステージは後半戦に入っている。加藤優が8人目のクリア者となるかどうか。お父さんが監督を務める軟式野球チームで野球を始めました。小学3年生の時はキャッチャー、5年生になるとピッチャーに転向しました。あっとくるりと回転した。まだ捕まっている、まだ捕まっている。加藤優女子プロ野球選手加藤優、さあいけるか。あっとどうだ、粘れるか。あっとついてしまった。粘っていたが